はい大阪杯ですね、芝の2000メートルの g 1ですね。はい、うん、まず、まあ、ジャック・ドールが今回はゲートを決めることができて、花に立ちましたね。えー、前半、サンハロンが35秒5で、あの1000メートル、5ハロンが58秒9というラップやったんですけど、前走、大阪杯で、えー、前走じゃない去年の大阪杯で、えー、0.5秒差5着に負けてますけど、その時のラップを見るとね、前半、サンハロンが34秒6で、5ハロンが58秒8なんです。 5ロンで見たら0.1秒だけしか遅くないですけど、3ハロンラップは34秒6から35秒5と0.9秒も落とすことができました。これは大きいですね。そのあの昨年の大阪杯っていうのは、まあ、道中の落鉄とかもあったんで、多分、まあ、それ一応にね、あのラップの速かっただけっていうのはい言い切れない部分はあるんですけど、でもこれまで、それまでのキャリアで一番速いラップを経験して止まったっていうのは。 あるのでそのペースよりも落とすことが、まあ、ちょっとゴハロンで言ったらちょっとですけど落とすことができたってことはあのー、まあ一つ大きな勝因と考えていいと思います。まあそのゴハロンの時58秒9でそこからね11秒台がずっとあの続くんですけど8 0 0ルからあのあの11秒台が12345回続くんですけども、うん、まあ、あのー、やはり前半ゆっくりで入れたことと5波論滝豊騎手がレース後のコメントで59秒っていうの のが目安だったって言ってて、ねはい、で58秒9、その目安と0.1秒差、す素晴らしい体感ですよね。<laughs> いいうん、いや、本当に素晴らしいと思います。<laughs> まあそのペースに持ち込めたということがあの大きいと思いますね。うんはい、えー、まあ さま、前からこの馬にのついては話してますけど、重い芝でね、あの先行できるときやったら、あのあのチャンスあるから大阪杯やって話してましたよね。うん、まあ、実際、馬券の話をすると、私、この馬頭妙味にしてました。そうで,すね、で、一目の軸はね、私はね、言ったら、まあ、 人気場オプションあの、まあ、見てもらったらわかりますけど、まあ、ジャックドールに関しては頭妙々にしてました。はい、それで、あと残り3頭がベルトライゼンデと、まあ、ヒシイグアスとスターズオンアース書いてましたけど、それぞれ、ね、全部、ね、弱点があるんですよ。ベルトライゼンデに関しては右回りがどうか分からん。はい、そしてえヒシイグアスに関してはまあ外枠と、あとこれはやっぱマイナス18キロっていう体重めっちゃ嫌でした。そうですよね、よねこれ当時の話ですけどね。うん、それとスターズオンアースは、 やはりあのゲートの出遅れですよねこう、うん、外枠とゲートの出遅れとそういう面があって私ジャック・ロールを頭には飼いたかったんですけども。 その相手ね、あのー、が2頭目の軸が決まらんかった、それでそういう時っていうのは、言ったら、はい、もうジャック・ドールから3連単いかんくて、馬単にしたらいいんですよ。ただ、もし馬単にしたとしてもね、このね、1580円、これ一番人気、これいるかって言われたらね、やっぱりイランドですわ。な,すね、なので、そうなんですよ。でね、まあけっ、これ結果でそういう結果になってしまったからで、これもしダノンザキッドが2着に粘ってたら、うわ、馬単にしとったらよかったっていう大公開時代入るんですけど、そうですまあ、<laughs> もちろん入ります。しかもだってダノンザキッド推奨アナウマやからね、入ってますもん、ね。なんで、馬単一点がんったってなるけど、この結果見たら、この馬単1580円いらんのですよ。で、でもやっぱりね、3着以内っていうことを考えたら、1頭変な馬来てもええなと思ってて、まあ、その候補が私、推奨アナウマの候補を見たら、第1推奨馬がノースブリッジ、第2推奨馬がマリア・エレーデ、はい、で、それで第3推奨馬がダノンザキッド、で、第4推奨馬がラーグルフっていうことで、この馬たちが 絡めばっていう馬券やったんですけどやはりねそのやっぱり内枠の2頭に行ってしまったんですよね,かるねまあまあまあやっぱねいやダノンザキット私内枠入ってたら本命打ってたと思いますねなるほどねまあ私、ね、頭,頭固定3連単頭固定で相手5頭にしてあれです抜けますスターズオンアース入れてなくて抜けましたねダノンザキット買ってるのにねあ<ー>まあまあまああまあまあしょうがないですけどねでもそれぜなんかもうスターズオンアース入れるのにジェラルディーノも入れてないとかなってたの自分の中でまあなんか どっかで線引かなきゃダメだったんですけど。私はジェラル・ディーナは自信の消しでしたよ。まあね、まあ、距離の話ですよね。コンシェルジュ見てもらったら分かるけど、私、これノーマークしてますからね。だって、だって、ノースブリーチのマリア・エレーナを取り上げたってことは、うち枠やから取り上げてるのに、一番で最高の枠を引いたこのまま蹴ってるってことやから、私、これ、後編自信めっちゃあったよ。まあまあ、うちの先行が主体って感じでしたもんね。まあ、そうだ、ジャック・ドールから買ってるってことは、やっぱ先行が中心にどうしてもなるんでそういうことなんです。なので、ただね、スター・ズーハス、あの、 手伸びひんのわかるんですけど、でも切れないですよね。かだから、うん、どこどこがどういうことかって言ったら、買いたい人気数があの絡む馬券だけを買いたいです。まあ、そういう買い方をしたら、別に買いたくない人気も抑えれるんですよ。でな,るなるほどなるほど。あのうだからスターズオンアースと買いたくない理由っていうのは スターズ・オン・ワースと他の人気馬人気馬で来たときにそんな馬券別に買いたくないからっていうので。ん確かに確かで,、ね、でも、うん、それだからこそ ABCXYZ ってとでああ、なるほどなるほど。その時の ABCXYZ で馬券組んだら、もう一頭の第3の馬って買いたくない人気,あ人気馬抑えれるんですよ。だから、 いや私は言う何を言ってるかっていうと、その、まあ言ったら第三水晶場のダノンザキットが絡んでるけど1番、1、2番目の2頭だけで混んでしまって、3まで届かんかった。それがやっぱり外枠に行ってるからっていう、まあ。確かに。いや、まあ、まあ、か,わかります。かますそれがめちゃくちゃ詳しいんですよね。はい、かだから、ね、言ったら、 まあ、G1 パックとかやったら印打ちますから、G1、はい、パック見てもらったら印で、ちゃんと弱ドル本命で、あの印は全部もう的中になってます。でもやっぱ買い目はこれ出てないんですよね。なるほどな。結果見たらこの3万千円っていう3三間はもう余裕で取れるわけなんですよ、ね、なんかね、<も>3万千円見たらちょっとショックですよね。<laughs> た,だただやっぱり3万千円余裕で取れるけど、これ取ろうと思ったらやっぱ点数めっちゃ増やさなだめな、ね、あそうですね、確かに。だから僕はだから諦めました、ちょっとあんまり。だから私は。 あの外れるにしても、そんなに、言ったら被害を、そういう買い方もあるんですよ。うん、だから、これどういうことかって言ったら、G1 ですけども、この1580円の馬タンを取りに行かずに、ジャック・ドール頭で相手を2と4の2とだけにしてるじゃないですか。言ったら、これ、入ればラッキーの買い方なんですよ。だかからら本当はやから G1 やからやっぱ注目してくれる人も多いし、取りに行くべきなんかっていうのもありますけども、うん、はそのやっぱ買いたくない馬券言ったらこの9番、11番の馬田なんて全然買いたくないんですよ。だから、うねうん、まあ、言ったらジャック・ドルはもうちょっと人気なかったらそれもありかなと思いましたけど、単、ねうん、勝とかでもね、5倍とかやったら単勝とかになる気持ちもあったんですけど、うんうん、みたいな。そう、だから繰り返しになりますけど、これ9番、13番で決まってたら私は今、発狂してますよ。この馬田持ってなかったことに対してね。<laughs> うん、めっちゃ発狂してるけど うん、っていうことです。<laughs> <今日 S 1> でこの,の1580円は全然いらんからっていう話なんですよね。まあ馬券の買い方の話は今の話です。でもね人気番、二軸目が決まらん時でそういう感じになるってことですよね。うん、まあ、ね、被害メなめみたいな感じの。はい。そう、わかりましたで,す、ね、で、まあ、やっぱり2番と4番っていうのは来た時に絶対後悔する2頭で、で、破壊力も抜群やからそういう買い方をしてるんですよね。 13まで入れれんかったんがめっちゃ痛いんですよね。うんまあ、まあしゃだってこのままほんま中山で走らんの分かっててしかも前走で負けただけで今回10番人気単勝32倍やから、ねまあ、もちろんこうやって来られて後悔してるけどいやでもねやっぱこう分かってで分かってるアナウンが来て。 こうやって取れへんかったっていうのはめっちゃ悔しいな。なるほど確かにな<ー>悔。悔しいな。夜馬の,の話戻りますけども、はい、えっとまあ言ったらそういうまあ言ったらまあ1000メーター通過が58秒9というラップはババを、えー、ババを考えればそそこまで言ったら早いペースではないです。なのでそこで まあ、スターズ・オン・アース、スタート出遅れながら、えー、花さんまで差し込んできたっていうのは、これ一番強い名前、競馬してます。一番強い競馬してるのは、ね、スターズ・オン・アース。しかもね、スターズ・オン・アースのコメントが2400が合っている馬だからね、飛びが大きいし、えー、直線が長いコースの方が合っているという、こういうコメントが出ながら、この G1 で花さん2着まで来てるわけだから、強いです、め,っちね、めちゃくちゃ強いです、ね。めちゃ強いです。うんうん でダノンザキットはね、もうそう繰り返しになりますけど、外枠からでも、数多く非常にうまく乗りましたね。あ、ね、あの本当、あのー 状態も良かったので自信を持って乗ることができたということですけど、これ、天乗りでしたけど、数を非常にうまいこと持ったと思いますね。いや素晴らしいと思います。うん、で、ね、同じくお父さん、マテンローレオ、最高の競馬ができたと。まあ確かにうちから、えー、とスッと好意をつけて、まあ言ったら、こうやってね、ダノンザキットとかあのスター、えー、まあ見てもらったら分かるけど、花を切ったジャック・ドールが勝って、ダノンザキット、マテンローレオと好意を追走してたままが3、4着きてるわけやから、言ったら先行馬にやっぱり有利な流れになってるんです。はい、その中で、スタート出遅れて 返しになりますけどね。スターズ・オン・アースだけが強烈に差し込んできてるからやっぱこの馬の強さ強烈ですよ。結構緩く見えたんですけどプラス12とかなんですよね。うん、そうなんですよね。ではそれでやからなおのことですわ。強、うんうん、かったですよ。まああの G1 だけは G1 パックがありますけども、G1 パックであのパドックオプションがありますけども、はい、あのスターゾーン、古、ま、沢、あ、君と私喋りましたけども、ははあの一番出来よかったのはスターゾーンアースって言ってます。<ー>あのだからプラス10にも関係なかったし、あと、ヒシーグアスのマイナス18も聞きましたけど、どど別にその数字ほどのそういうなやろ、あの細さとかそういうのはなかったって言ってまんですよね。だか,だからちょっとね、ヒシーグアスの範囲に関してはちょっと首ひねるところあるんですけど、まあ、でもここまで走らんかったってところを見ると、やっぱちょっと。 影響あっったんじゃなないかなとは私は私思ってますねで,すねで5着のマリア・エレーナ、うんちなく引いてくれてんねから、もうちょっと前で競馬できんかったかなと思いますよね。まあ、結果としては5着で悪くないんですけど、まあ、あと浜、浜中騎士のコメントを見ると、まあ、小倉でいい競馬をしてますし、理想は軽くて平坦の あのいいババということで、まあ、そうですねやっぱり軽い芝の方がいいんかなというのは、まあ、それは分かってましたけど、でも実際、1分57秒4という時計で決着しているように、早い時計の出ろ、ね、状態やから、やっぱりマリア・エレンナの小倉記念の、あのだってマ,マリアあの・エレンナの小倉記念の勝ち時計とまあ一緒ですからね、そ,その57秒でやっぱ走れるっていうのは、私は今のババでは、まあ、軽い思いの差はあっても、注目したかったしたかったから勝、ねまあ、ったんですけど、まあ、ちょっと道中の一度り、後ろすぎたなとは思います。 はい。で、ジェラル・ディーナは、この位置取り見てわかるでしょう。全然ついていけてないんですよ。うん、私、このままな天皇賞春出てほしいわ。天皇賞春出でできたら絶対本命打ちます、私これ。けど、あのー、まあ、出ないでしょうね。<laughs> ねまあ、確かに。でも、2200、2500と距離伸びて良さ出てきてねいから、いや、貧乏やけど3200出てほしいます、ね。なんかありな気がしますけどね。どういうローテーションしょうね。<laughs> うん、いや、出ないでしょうね。出たほしいけどね。 なんでこのは大阪に2000出るんやったら3200絶対いいけどね。でももうこの2000出てきてるっていう時点で3200とかめあのもう全然眼中にないでしょうねねそううでしょい、ね、いやーみたいけどね。 ヒシエグアスは先ほどの通りでね。ほんで、ノーソブリッジね、いや、うん、折り合いは完璧についていたが、このあたりが G1 の壁なのか、点々点っていう、岩田棋士のコメントありますね。今回初めての関西への長距離輸送で、その輸送に関してはコメント出てないので、まあ、一応クリアできたんかなというのは思いますけど、まあ、それでもやっぱマイナス8っていうのはちょっと減ってるなとは思いました。うん、それとベルトライゼンテのコメント見てくださいよ、えーまあ。今日に関しては精一杯頑張った結果っていうた、あの、 川田のコメントがあるんですけども、ね、えっとね、うん、競馬ブックの見解見てください。 直線は右手前のままでスピードが上がらずじまい。ほらこれね、私やっぱ右回りだと思います。過去ね、ね過去昔の振り返ると、あの右回りでも全然成績上げてるんですけど、でも金層を見ても、オールカーマーの7着だけが不可解に負けてるじゃないですか。<ー><剣>確かに確かに。そう、だから私はこの馬のあのスプレでもちゃんとそれを書いてるんですけど、やはり今はこのま右回りより左の方が断然いいと思いますね。なるほど。 まあ、あとラーグルフ、ちょっとね、まあ、前半の位置取り、後ろすぎるな、これもな。うん、まあまあ、ちょっとこの、まあ、ラーグルフはこのレースを見ると、ちょっと家賃が高かったとも思いますけど、うんうん、私はもう一回、やっぱこの軽い芝みたいです,よそうですね、はいうん。キラーアビリティスタート出遅れね、うんちょ。ちょっとまあ流れ乗れてませんよね。以上です。はい、というわけで、たくさんお話しいただきました。はい、以上、大阪杯の解雇でした。